そう、いきなりボスの登場が。展開が早い、好きですよ。本格は何、こここそ一流のアートが集うのだから。高い、それだけのことです。リベレイターズでも分かりますね。待ち伏せされていたってことだ。ですよ。自分で言えるのはすごいですよ。しかもどれもものすごいシンプルな感じのものか、はたまたどこかで見たことがあるようなものばかりなのに。バカを言われますよ、リベレイターズのお子様。これらは全て現代アートの頂点です。ここにあるのは無論オリジナル。なぜなら私の作品はシンプルゆえに素人には似て見えるものもあるでしょう。ただそれだけです。一般国民には難しいですね。そもそも日本を代表する芸術家ですから、パクリなどありえます。すさまじい開き直りだな。開き直り、何バカ。観光庁からのお墨付きです。これから世界に発信するクールジャパン商品すべてに私のロゴが使われることがほぼ決まっているのですから。あ、この間ニュースになってたやつですね。戦隊もののロゴマークと酷似してるって炎上していたやつ。カジュアルマークつけてそれを世界に売り出そうってのが。観光庁の連中なんて賄賂の額しか見てませんからね。ネットの炎上なんてどこ吹く風です。何かに似てようが関係ない。いや、どんなものでも実際どうでもいいんです。だってわかりませんからね。みんな誰も気にしない、私も気にしない。ただロゴ付き商品の販売価格の 1% または1つ販売するごとに5円の使用料が私の人と国で分配されるだけです。かなりの額になる。そんなのうまくいくわけない。ネットで検証サイトだって。うまくいきません。ネット炎上に物理的な力はない。リアルワールドで行動を起こした勇気あるバカたちには私の操り人形が物理的に抗議させていただきますからね。それが電子ドラッグの目的。まあ、もともとは違う用途のために作られたものだったんですが。それじゃあ何のためだ。話疲れましたね。先ほどまで芸能人の芸術センスを審査する番組に出ていましてね。ああ、テレビです。テレビよく呼ばれるんです。上の階でお茶を飲みますので。それでも逃がすか。逃げはしません。上でお待ちしております。リベレイターズの皆さんが私の顔を倒せたら。我々が相手だ、リベレイターズ。だんだん好きで、雨が好きで、お前も好きで。失礼なことばっかり言うて。もう鼻が痛くて沢田を追うぞ。何しろあったね。ペネピケなんじゃ。